幅があるっていうのは大きな要因だと思いますね。なるほどなるほど。今日は篠山選手がスタートで出てくるんで、どう作ってくれるか楽しみですね。そして今ティップオフです。8月12日月曜日夕方のオラマスヘッドコーチしていました、はい、サイズもあってあの思ったより器用な、ね、外に選手もできますんで、その辺をどう対応していくかが最初の気をかけてですね、はいはい、ノーマークでゴールした打ちましたね。スクリーンは味方プレイヤーにプレーをしやすいように、はい、その相手プレイヤーがいますが、馬場、八村、ワンフェイクを入れます。そして切れ込んでいく、そしてゴールから遠ざかりながらのジャンプシュート、フェードアウェイと言います。一気化成にこういうところ、田臥さん、一気化成に行っとくと先々の試合がやっぱり運びやすくなるんでしょうか。そうですね、チャンス逃さないようにというのがピックアンドロール使って、はい、ニック選手にパスして、富山流星キャプテン、そしてニック・パティガスへ。普段は川崎ブレイブ同士で代表で出ていると分かり合える部分というのも、それは大きいですね。あ、そうなんですか、はい、八村、強い、こういうところもあるし、田臥さん、今みたいなシュートのしなやかシュート入れたのに、このまままっすぐ走れるっていうのはやっぱり、はい、このシュートのアーカン近くは神奈川県の厚木で合宿をやっていたニュージーランドです。これがトライの形、ただこれブロックショット。いや、しかしこの八村、1対1のワンという形します。 2m11、一つ増やしてですね、なおかつ自分はですね、はい、あの報道サイトね、ラマとっては大きな武器になりますよね、はい、こういった要素が加わった日本代表っていうのはね、いや今まではですね、そのセンタープレイヤー、フリーだ、スペアからドライブだ、まさに天才的なプレー、特に得点の場面で見せるのが比江島、リクスも日本代表に行くんじゃん、リクスのパスから、まだいいでー、ここは得意のダンクではあるが、特にオフェンスで川地さん見せつけている、こんな流れでしょうか。そうですね、ディフェンスをね、本当相手を苦しいシュートを、八村、はい、当たり強い、2人が来ても関係ない、ディフェンスが加入するまでは、加わるまではああいうところでなかなかポイント、いや、田臥さんも今隣でうなずきながら、馬場も川地さん、ずいぶん伸びましたね、はい、いやー本当ね、やっぱりね、Bリーグでね、はい、積極的に攻めながらコントロールしてもらいたいですね。あ、なるほど、ニックからもう一度受けたベンドラメレオです。あー、スニー来た、あこの知っていらっしゃいます、彼の良さですね、あれがね、チームとしては、あ、そうか、これが今のがチームとして今日のゲット、ババがハンドリングします。この人のポイントガードのチャレンジというのを模索した時期もあります。そして自分で持っていく、1で第1クォーター終えられるかどうか、ベンドラメの強気のディフェンスに行った、外を回すニックのところ、竹内庄司が手を伸ばす、内庄司なんかも相当やっぱり刺激受けて、で見てても川内さん変わりましたもんね。変わりましたね、本当ね、一つ外スリーポイントシュートを切るプレイヤーの田臥さんに伺いたいんですが、八村塁が先日 NBA ドラフトで一巡目でそれもシングル順位9位目、びっくりしましたね。こういう大きいデジタルの数字があるんですが、残り14秒にリセットされます。ベンドラムに当てて入っていく、これは機動的なプレーを見せました。ニュージーストファウルアウト、退場になってしまいます。ただ今のは違いますよという、そんなジェスチャー、日本がワールドカップ本大会の初戦で対戦するトルコ、仮想トルコという位置づけをやっぱりどうもしているようなんです。そうですよね、やはりね、八村フェードアウェイジャンプというところなかなか吹いてもらえない、そうするとミスにやっぱつながってきますよね。竹内修司フリーだ、フォースハンドダンク両手で、アメリカとの対戦が控えているということに関しては本当に、この安藤シュートが今入りました、いわゆる2番ポジション、竹さん、そのシュート力が期待される。そうですね、ただ単のノーマークのシュートだけじゃないですよね。ただただ息が決めました。まずディフェンスからですね、もうあっという間に自分たちのね、ゴールの下まで、はい、八村本当早いです。近辺に行くとですね、八村高さでね、どうしてもシュートまで持っていけなかったんですよね。八村自らのスティールから近くで息が見事に成功、バスケットボール選手のコメントを待ってると思います。どうでしたか、ご覧になって。うまくタイミング見てノールックで出したんでね、はい、やっぱああいう強いディフェンス、ベンドラメ、八村も手を出すんですが、ここでファウルですかね。これは八村のファウルか。一回戦結構詰めかけてらっしゃいますね。そうだったんです。今八村氏打つ前になんかちょっと、ね、白い旗がヒラヒラしてたんで、それを見たんですが、ね、体を寄せに行く、外のシュートを落ちるニュージーランド。さて馬場、あーっと走ってる、ベンドラメいいパスだ、跳ねたところ、
まあこれね、国際ルールはあそこでピックしてもいいんですけど、ね、はい、どんどん彼の良さをやっぱここでアピールしてもらいたいですよね。しかも相手もすぐ返してくるニュージーランド、足村柔らかい強いあるっていうことはあの辺から決めしたんじゃないですかね。そうですか、はい、そのミスマッチっていうのはやはり田中大輝には身長があるというね。ちょっとここも決められてしまう、チームファウルも向こう5つ超えてますんで、ああニックでミス、こういうミスが怖い。川人清水さんに今のうち伺おうと思います、はい、仮想を取ることという意識でというラマスヘッドコーチ、4点差、あーっと馬場よく掴んだ、あーっと後ろ、八村この馬場の執念の数、そこから安藤がつない、馬場がつないで最後は八村です。運べるようにもなってきたっていうのは、はい、やっぱり今のバスケのトレンドだと思いますね。八村ミドルレンジです。これは綺麗に決めました。綺麗なパスがつながるバウンドパス、八村ワンオンワンの状況のディフェンス、弾かす、掴みきれない、ポトゥがリバウンドショット成功、これを生かしたいというふうにも話していた比江島誠でした。いやーすごいチャレンジだと思いますよ、はい、ニック・パッキーが本当にやってて感じますので、まあ、こういう代表でね、やっぱり他の国の選手相手にどんどん発揮してほしいですね。現にグイグイ伸びています。レブスターをかわす馬場、自分で行くかと見せかけて比江島が来たですよね、はい、多分ねアイコンタクト目と目があったんでしょうね今ね。なるほど、はい、さてその1点あったんでしょうね。一旦八村アウト、竹内譲二にスイッチです。14番のロブロートスとマッチアップをしていた八村、竹内譲二、チームメイトの2人、ニッカ・ディーカス、篠山、ノーマーク、しかし叩かれた、もう一度馬場が拾った、あと1秒すいません、それはもう必ずありますよね、はいはい、篠山走りプレー、これが日本だ、これが馬場雄大のダンクだ。あれですよね、馬場のスピードはこれはやっぱ世界でも既に10点目。しかしビッグマンが彼、ね、馬場が入って変えてもらいたいのか、でもスタートからそのまま行くのかっていうようなところ。ニックうまい、ダイヤモンドドルフィンズ入ってきました。今スロー映像でニッパジーカスの柔らかいメンバーは一旦ベンチに下げて休ませるっていう。そうですね、自分ね、なるほど、はい、その田中大輝、はい、落ちましたけどナイスプレーですよ。そうですか、はい、ニッパジーカス竹内俊介決めた。思い考えながらやっていくことも、特に残りの時間が少なくなればなるほど大事になってきます、ね、ニックだ、ミスマッチをついた、バスケットボールカウント、元 NBA プレーヤーはついたと、ベンドラメから、ここね、身長の差が、はい、ここは一旦スローダウンか、比江島が流れを見てハンドリングして、はっきりは言いませんでしたが、ポイントガードの役割も果たすという、そんな発言をして、このプレーヤーも取ってという、そういうチームでの戦いって、大切になってくるんじゃないでしょうか。いやもうね、どこの国もですね、八村に対しては相当プレッシャーかけたディフェンスをしてくるでしょう。何しろ NBA ドラフト一巡目一桁指名といったら、それはもうどんなスタープレーヤー、強化試合でどん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 積み重ねてもらいたいですよね。田中大輝から八村、これはフリーを作った田中大輝の踏ん張りから生まれました今のシュート。このプレーで3つですよね彼ね、はい、八村これをね、はい、だから今も無茶なプレーはできません。竹内翔士です。もう長年田臥選手はこの竹内翔士選手ですよね。スリーポイントだ、八村成功、八村成功。もう逐一リポートを、ね、本国アメリカに上げて、まあ、開幕に田臥さんしていいですね、やっぱりね。フィールドゴールパーセンテージは確かに高確率の八村塁です。あとは川内さんご指摘して、そのくらい細かかったですか。そうですね、もう時間あれば練習前練習後にはやっぱりいろんなドリルやりましたんで、八村から田中大輝てますよ、ね、でお互いディフェンスも頑張ってのこういうハイスコアなんで、はい、非常にいい試合だと思います、はい、ここは柔らかくニュージーランドが一つ返しました。さてニュージーランドのオフェンスをしっかりと24秒守りきったように見えたんですが、1回自分たちリバウンドを取ってまたオフェンスにつなげましたよね。馬場から竹内翔司、アルバイトのチームメイトの2人の連試合通してなんですけども、プレッシャーがフルコートで来た時こそやっぱ馬場選手状況判断して、安藤シュートのディフェンス懸命についていく竹内翔司の手を大きく広げる。We'll be right back.